までとなっております。この勲章一番ぶっ壊れてますからね。なんすかね、かけら70ってちょっと言うて去年は60だったんですよ、そこが。ところがこれ来年80になるってこと。いやこれやばくないですか。じゃあ10周年どうなんすか。どうなってんすかね。やばくない。1日100かけらわ。ちょっとこれは鈴木 P、 だからもしかしたらしれっと来年数が減ってるかもしれない。いや来年8周年なのに70のままかもしれない。そうなってたら、まあ、察してほしいと。減らないけど据え置きの可能性は全然あり。いやそんぐらいいろいろやばいんです。そんぐらいやばいでしょ。だってもうこれにするとき僕ちゃんとあれですよ、超聞きました。本当にこれいいっすか、大丈夫っすかつって OK 出たんですか。はい、 OK を出してもらいました。ああ素晴らしい。まあ下手せその辺 NG やったら60やった可能性あった。まあありえる全然ありえる。全然ある。それはそうでしょ。本当にこれ大丈夫なんですかつって、割と現場では結構これ本当にこの数字なんですかみたいな確認はだいぶありましたね。去年もだいぶやばかったんですけど、私もやばいですね。まあ、まあ、7周年だしいいんじゃないですか。大盤振る舞いですもんね、これに関しては。怖いですね。ですよ、はい。なので、まあ、ぜひ取れるだけは取っていただきたいなと。来年がどうなるかも正直分かんないので、まあ無理しない程度に取ってください。はい。リーザ、なんでたまに当たるんだよ。